ミサイル飛ばして全てが終わる日を心待ちにしてるような気分は何だろう。悪いことなのかそれともこれが普通なのか、一人じゃもうわからないよ、誰か教えてくれ。そしてまた大好きなあの人が僕へ行ってしまったよ。誰